それではボートレース大村展望番組をお届けしてまいります。解説をしていただきますのはスポーツ報知の長谷明憲記者です。長谷さん、よろしくお願いします。よろしくお願いします。さあ、6日間開催で行われています G1 ダイヤモンドカップ、本日2日目を迎えました。さあ長谷さん、はい、早速初日を振り返っていきたいんですけれども、はい、昨日初日はインが受賞、おーザ大村っていう感じですね。そうですね、うん、大村らしい一日となったんですよ。はい、ただ、うん、初日のメインカード八勝地ドリームですね、はい、第12レースに行われましたが、うん、そこでは波乱が起きましたね。原田幸也選手が先に回ってね、押し切ったと思ったら浜根選手のまくり出し、はい、一気に捕まえましたね。そうですよね、あの船足はすごかったですね。あの浜根選手ね、あのコース蒸気で、はい、まあ、注目モーターの一つだったんですけどね、前傾は直線伸びだけかなと思ったら、はい、昨日レースはターン周りも良くて、あの浜根谷選手の強さが際立ちましたね。そうでしたよね。原田選手もまさかあそこ刺されたとは思わなかったと、浜根谷さんが強かったとしか言えませんねっていうか言ってましたけどね、本当その通り浜根谷選手いい足でした。そうでしたね、うん、さあ、そして昨日長谷さん、はい、展望番組で第12レース八勝地ドリームの展開予想を上げていただきまして、はい、そのコース状況を手にした浜根谷選手の頭を上げていただきまして、はい、見事的中となりました。3着を流してたんでね、篠崎選手が3着に入ってくれて満州、はい、3-1 の組み合わせでもあの6谷がね満州だったんですね。そうだったんですよね。いいところが入っていただきまして、うん、もう選手の皆さんのおめでとうございます。いやいや、3番1番6番で3連単は 13,910 の29番に来ました。お見事です。なんかね、嬉しいね。長谷さんにとってはいい幕開けとなりましたね。はい、ここでもう終わらないようにね、ギューンって感じダメですよね。そうですね、頑張っていきましょう。さあ、そして昨日初日、うん、2走2連帯の好発進を決めた選手が4選手いまして、うん、雲野選手、榎木選手、山崎智也選手、そして下條雄太郎選手、4選手となりましたね。地元も入ってますね。そうなんですよ、うん、ちょっとこのまま地元最終日まで頑張っていただきたいですよね。そうですね、はい、はい。さあ、そして2日目の本日も熱い戦いにご期待いただき、本日も最終レースまでお楽しみください。それでは長谷さんには本日も注目レースを挙げていただきましたので、そちらのフリップをご覧いただきましょう。さあ、本日の注目レーサーに石野貴之選手を挙げていただきました。注目ポイントお願いします。インは8連勝中、大村では18連勝中。18連勝ですか。強いですよね。強いですね。あの、私毎節ね、はい、まあ、1号艇入った時ね、はい、入った時誰がどんだけ強いかなって調べてるんですけどね、うん、石野選手、まあ、近況8連勝、おー、さすが、最近ね、うん、リズムも上げてきましたしね。そうですね、大村ではもう18連勝してるって、あー、素晴らしい。すごい高い信頼度ありそうですね、はい、だから昨日はね、6号艇でピット離れで飛び出して5コースに入って4着ね、あの今のボートレースのこのね G1 以上っていうのはやっぱり外枠でいかに上位着順取れるか、うん、もちろん1号艇の時しっかり勝つかっていうのがポイントですよね、はい、昨日はだから6号艇4着に入ったっていうのはちょっと一歩大きいのかな、うん、船足もね自分好みになってますよって言ってて、あ、そうなんですね、なんか雰囲気としてはいいですね、うん、やっぱりの最近の石野選手のこの調子の良さを今節も見せてるのかな、船足も良くなってる、リズムはもちろん、で、インが強いとなったらもう信用しましょうというところですよね。はい、そうですね。さあ、ここ進入は枠なりでしょうね、まあ、ピットバネルで変わらない限りはね、はい、動きはなし、今選手がまあ角にして攻めていくというところ、ただ船足というと外枠の雲野選手、丸岡選手、増田選手あんまり良くはないですね、はい、雲野選手は2連単にまとめているけど、なんとか昨日は耐えたというところで、直線はねついてくるなとやっぱ押す感じが良くない、前傾比は伸びもなかったんですけどね、それがちょっと上向いてるけど、今でも厳しいと。なるほど、丸岡選手もね船の向きがね悪いとは言われてましたね、うん、増田選手はインから勝てただけであって乗ってる体感ってすごく悪いんですよって、うん、そうなんですね、石野選手もちろん気配はいい、はい、
2号艇西野選手、はい、エース機ですね、26号機。そう、昨日ちょっと道中の走り失敗して4着ということはありましたけど、やっぱりね、周り聞くとね、やっぱり西野選手いいですよと。あ、そうですか。本人も手応えとしてはよろしいらしいです。うん、原田選手昨日の負けたので、はい、ここはしっかりと行きたい、はい、原田選手の3コースというのは幕立ち絶品なんですよね。そうですね。ただ昨日はちょっとね、プロペラ調整バタバタしてましたね。うん、戦えるくらいはあるけど、いい人とかがちょっとね、見劣るのかなと気はしますけどね。でもあのターンで勝負していきたいですね。でも石野選手はもう大本命でしょう。でもエースモーターで西野、はい、長崎のエース原田が釣れそうというところで絞りましょう。1番から2番3番の2、3着2点ここで、まあ、内枠の、ね、選手を狙ってますけどね、2点でちょっとなんとかいけないのかなと思って、それを当てて11、12レースまでつなげたいなと気持ちはあるんですけどね。ここでいい流れ持ってきたいですよね。行きたいよね。石野選手にあやかりたいですよ。あの西野選手のリズムの良さを私もね、引き継いでなんでいきたいですね。そうですね、わかりました。ということで、本日の注目レーサー第10レースに登場いたします石野貴之選手を挙げていただきましたのでぜひご注目ください。それではいきますよ。せーの、困った時の長谷田の海。さあ長谷さん、冒頭でも言いましたが、昨日マンス見事当てていただいているので、ありがとうございます。さあ今節ね、初めての困った時の長谷田の海なんですけれども、穴っぽいところかなって狙うんでね、はい、ここでも当てたいですよね。そうですね、私もね3分しか持たない男って言われたくないんでね、やっぱ2日目3日目までずっと持ちたいですよね、うん、そうですね。さあ今日はどのレースを挙げていただいたのか、はい、続いてのフリップをご覧いただきましょう。さあ本日の困った時の長谷田の海、第12レースカステラドリームを挙げていただきました。いいメンバーが揃ったカステラドリームですよね、もう1号艇はホワイトシャーク白井平次選手がはい、ドーンと座ってますからね。そうですよね。もう皆さん、もう白井さんの陰の強さというのはね、もうご承知の通りですよね、強いですよね、はい、でもここって本当にいいメンバー、それも今勝選手、松井選手、山崎智也選手、峰選手、桑原優選手とね、いよいよ豪華メンバーがずらっと、はい、ただ船足からまず言うと、はいはい、昨日初日良かったのは山崎智也選手のレース足ですね、道中競って強かったですね。そうでしたね。桑原選手は伸びはいいと思います、はい、昨日は2コースからまくって勝ちってますね、はい、直線系はいいですよね、ただ白井選手はピリッとはしないですね。なんか直線で下がったりはしないんですけど、ターン周りもう少し力強さが欲しいんじゃないのかなと思いました。なるほど。今勝選手はコース上位ですけど、ご本人の評価としては丸々でしょうね。20丸はつかないですね。ただちょっと道中競ったらどうかなと不安はあると言ってましたね。なるほど。松井選手は印回ってないんですけどね、回った感じよく見えますね。ただフライング持ちというのはちょっとね、気になるところではありますよね。峰選手、もちろん最高峰の無双レーサーですけどね、はい、そうですね、この中では正直言って一番見劣るかもしれませんね。昨日の初日は伸びなかったですね。ターンでなんとかレンには絡んでるけど、本人も前半終わった後は、はい、出てないですねって言ってました。ただ後半が終わった後はプロペラ叩いて、はい、中堅にはなってると思いますよ。上積みはできてる。ただプロペラで中堅になっただけで、はい、エンジン本体にはパワーを感じないので、2日目1回走りなんでね、はい、本体整備をしようと思いますと言ってました。そうなんですね。白井選手、大村のイン強いですね。19連勝中、これ信頼度すごく高そうですけどね。そう、高い。ただ、はい、白井選手ってやっぱりインが強いんだよね、はい、じゃあ押し切っていただきましょう。で、はい、相手先ほどに悪い人がいないんですよ、うん、ちょっと峰選手が悪いくらいなんで、はい、松井選手も気になるし、桑原選手も気になる。ああ、G 争い混戦だなと思ったんですよ、はい、ただ先ほどもレース足いいのが山崎智也選手なんで、うん、彼がやっぱりこことしては相手筆頭になるのかな。なるほど。3も6も気になるんで、もう2、3着争い混戦なんで、はい、1から4の2、3着を全部買おうという8点のフォーカス、そうですね、出してみました。わかりました。さあそして狙い目なんですけれども、
その山崎選手、そう、なぜこのレースをね、はい、斜めで出したのか、白井選手強いでしょ。そうですよ。大村では抜群に強いんですけど、今季のインの一着率でね 66.7%、 うーん、 SG 走る選手にしてはそんなに高くないんです。そうですね、やっぱ 80% ぐらいあるかなと思ったけど、もうちょっと高いイメージありましたね。で、白井選手ここね3節ね予選落ち続いてるんですよ。そうなんですか。本人が言ったんですけど、なんかプロペラが最近全然分かってないって。昨日も直線で下がることはない。ASP の西野選手が、はい、と一緒だったけど、直線はね変わらないぐらいあると思うよ。ただ見てるとターン回りでしょうね、あの辺が。今日は1日かけてプロペラ全集中と本人は言ってましたけどね。ただ万全じゃない白井選手、今川地選手がどう攻めるのかな、はい、刺すのかな。でも今川選手コース上記なんで、ちょっとスタートで前に行ったら攻めていく可能性もあったりする。そうなるともろもろ荒れる要素があるのかな。なるほど。山崎選手がレース足いいんでね、はい、展開があればズバッと突き抜けることはあると思います、うん、あのしっかり回って押すんでね、なんかすんなりじゃなくてもつれた時の山崎選手のまくり差しと、マクラシなんでイメージとしては1とか2とか3とか残すかなと思ってるんですけど、点数ね、色出したら迷ってたんでね、白井選手がまあ悪くても2、3着には残すだろうというフォーカスで、4の頭から白井選手の絡みというフォーカスを出しました。はい、4番、1番から流し、ここは2、3着折り返して。昨日もやっぱり浜根選手はモーターがいいからということを押しました、はい、今回も山崎智也選手モーターいいんですよ、展開さえあればということでね、はい、ズバッと来てくれたら面白いかなと。そうですよね、はい、初日のピックアップレーサーでもこの50号機山崎智也選手挙げていただいてますからね、はい、本当にこの50号機はいいモーターと思います、さあそのレース足の良さをここでしっかり発揮していただいて、だから昨日もね浜田選手強いな、今日も山崎智也選手強いなというレースをね、はい、見てほしいなと個人的には思ってますね。そうですね、またいい流れをここまで続けていきたいですね。ね、はい、わかりました、ありがとうございます。ということで、困った時の長谷田の実、本日第12レースカステラドリーム挙げていただきましたので、ぜひご参考にしてお楽しみください。ということで本日解説をいただきましたのはスポーツ報知の長谷明憲記者です。長谷さん、ありがとうございました。ありがとうございました。